皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、呪い、伝承に関する怖い話パート1をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、石。すみません、お待たせしました。ここの人たちだったら信じてくれると思います。霊感とかそんなもんないと思うが、実体験を書いておきます。というか、僕と友人の話なのですが、どちらかというと、友人の方が霊感みたいなものがあったんだろうと思います。ひょっとして怖くないかもしれません。最初に言っておきます。長くなります上に、文章下手くそなので、面倒な人はスルーしてください。大阪弁が使われており、読みにくいかもしれません。ある程度再現するには、言葉もそのままの方が良いと思い、そうさせていただきました。6年前の冬、12月27日か、28日だったか。その日の昼は仕事場の年末大掃除を終えて、粗大ゴミやら古雑誌なんかをゴミ置き場に出しに行った。その時、ふと、目の端っこに何かが見えた。なんとなく古いっぽい、切り製の箱が捨てられていた。中身がなんとなく気になり、蓋を開けてみると、白い薄紙に何重にもくるまれた、綺麗な青っぽい石でできた玉が入っていた。すげえもん拾ってしまった、値打ちのあるものかも、と思い。ゴミの中から、その箱と石を持って帰った。夜、家に帰って、部屋に飾ろうと、床に置いてあった箱を持ち上げると、昼間よりも重く感じた。と思い、中の石を取り出そうとした瞬間、ビリッというか、バチンと、静電気のような衝撃を手に感じた。その時は、静電気としか思わなかった。反射的に手を引っ込めて、もう一度石に触ると、静電気はなく、なぜか暖かい感じがした。取り出すと、青っぽかった石が真っ黒になっていた。昼間明るいところで見るのと、部屋の、どちらかといえば暗い白熱灯の下では、見え方が違うのかなと思った。そう思って石を手に持ち光にかざしていたら、携帯電話が鳴った。久しぶりに友人 A が、近所のバーで飲んでるから来ないか、という。珍しいこともあるんだな。あいつと飲んだことあったっけ。しかし、懐かしさが勝ち、誘いに乗ってバイクで5、6分くらいのところにあるバー目指していった。11時くらいから飲んで、夜中の3時くらいまで懐かしい話と、バカ話で盛り上がった。二人ともかなり酔っ払っていた。帰りがけに A が、やっぱ今日お前誘っといてよかったわ。これに懲りずに付き合ってや。と言ったので、当たり前やん、いつでも誘って誘って、と言って別れた。酔っていたが、そのやりとりだけは、なぜか鮮明に覚えている。その後バイクで家に帰るのだが、その道中は覚えていない、警察の人ごめんなさい。家に帰れたことが奇跡かも。家に帰って、即ベッドで寝たのだろう。朝起きた時は、服はそのまま、カバンも肩からかかったまま。なぜかジーパンだけは脱いでいた。わら、なんでや。と思い、ジーパンをつまみ上げると、膝から下が真っ黒というか、どす黒く濡れていた。ドブに浸かった感じに。匂いは、特にしなかったと思う。うわ、と思い、ジーパンを離した。すぐにバイクでこけて、ドブかどこかに落ちたのかな。と体の異常を探す。すぐに見つかった。右手、腕から肩、が、上がらない。例えるなら、
鎖骨の間の神経通ってる部分を、ものすごい力で押さえつけられてる感じ。無理をすれば、激痛が肩から下に走る。変な寝相だったかなと思いつつも、今度はガレージにバイクを見に行った。バイクは全く無傷だった。ということは、こけていないということらしい。でも痛い。親に話すと、病院に行けということで、自転車に乗り、片手運転わら、救急病院へ。車で送らない親は鬼。レントゲンや、MRI やらの検査をしたが、全く異常はなかったし、医者からは、本当に痛いの、上がらないの、と聞かれたが、痛いもんは痛いし、上がらんもんは上がらんと、ちょっとした押し問答になる始末。家に帰った時に姉ちゃんの、何かに取り憑かれてんちゃう。の一言で、無性に昨日拾ってきた石のことが気になりだした。最近で変わったことといえば、昨日石を拾ってきたことくらいだった。そういう幽霊とか、超常現象とかは全く信じてなかったが、なんとなく石が気になって仕方がなかった。急いで部屋に戻る間、なぜかこの痛みは石のせいだと強く思うようになっていた。勘というやつか。机の上の石は、黒い透明になり、中が真っ赤になっていた。それを見て、背筋がゾクッとなった。姉ちゃんにこのことを言おうと部屋を出ようとすると、体がうまく動かなくなった。足が動かない。金縛りか、これが、あれって寝てる時やろ、と、初めてなる金縛りに焦りまくった。そん時不意に、やっぱ今日お前誘っといてよかったわ。これに懲りずに付き合ってや。という A の声が聞こえた。聞こえた、というか、頭の中で響いた。何回も言葉がぐるぐる回ってた。そのうち何かぼーっとなって、ふと気づいたら、部屋の床で寝ていたらしい。もう夕方になっていた。夢か、何だったんだろう。すぐに机の上の石を見た。真っ黒だった。昨日の夜と一緒だ。何か、急に怖くなり、その石を処分しようと考えた。晩飯を家族と食べた時も、昼間のことは言わないことにした。どうせまともな答えが返ってくるとは思えないから。会話はテレビの年末特番の話か何かだったと思う。レコード大賞、忘れた。夕食後すぐに部屋に戻り、石をどうしたものか考えた。とにかく、ここには置いておけない。元の場所に捨てに行くか、適当なところに捨てるか。なんとなく元の場所に戻す、捨てる、方がいいと判断し、明日、仕事場のビルのゴミ捨て場に行くことに決めた。真っ黒の石を箱にしまい、風呂に入って、さあ寝ようと思った時に、家の電話が鳴った。友人 A だった。今日暇やねん、〇〇で飲もうや。昨日行ったバーの名前。おいおい、昨日も飲んだやんわら。と思いつつも、まあ別にすることもなく寝ようと思ってたから OK した。お前も大概暇やな。でも俺今日起きたら右手上がれへんくって、バイクでは無理やわ。自転車で行くわ。と返事し、嘘、怪我したん、原因わからんの、大丈夫なん、そら大変やな、ほんじゃまた今度にしようや、と、A は言ったが、ええよ、行けるから、と、行くことに。距離的にもまあ行けないこともないし、片手がちょっと慣れてきたこともあり、難なく到着。年末だからか、バーに客は A しかいなかった。第一声、俺が、でもそういやお前、
なんで家に電話したん？携帯にくれたらよかったのに、というと。久しぶりやな、しかし、元気しとったかって、で、上がらんねんな、わら、つうか、お前の古い番号しか知らんし。俺、アホ、何言うてんのん。今日やん別れたん、今日。まだ言うてんのか、わら。今日って、何言うてんの、お前。今日なんか会ってるわけないやん。俺、昨日から今日という意味や。もうええって、とりあえずチャリンコ片手運転してきてんから、ビールぐらい飲ませろや。わけわからん。久々に会ったら肝さ爆発やなお前。俺、とりあえず、なんかわからんけどお疲れー。乾杯。つうか、昨日の帰りのこと全然覚えてないねんけど、お前ちゃんと帰れた。お前な、さっきから何キモいこと言ってんのん。頭おかしいんちゃうか。俺、〇〇さん、マスターの名前、昨日こいつと俺来てたやんな。マスター、いや、二人とも来てへんかったよ。気になって、携帯の着信履歴を見た。昨日の着信は3件、その中に、A の名前はなぜかなかった。というか、マスターいたっけ、と、自問自答。こいつの嘘バレバレですよねー。俺、嘘ちゃうって、と、昨日の状況を思い出そうとしたが、なぜかどうしても思い出せない。かろうじて覚えている。やっぱ今日お前誘っといてよかったわ。これに懲りずに付き合ってや。ということを言うと、俺そんなん言ってないし、夢ちゃうん、それ、夢やって。夢。俺、いやそんなことないって、でも全然思い出されへんねん。なんでやろ。お前一回病院行った方がいいんちゃう。記憶ないってなんか怖いやん。俺、ちょ待てって。じゃあお前の言うことがほんまやとして。俺はお前の携帯番号も知らんし、昨日お前と飲んでもない。というか大阪におらんかった。証拠もある。と言って、福岡市にあるホテルの領収書を見せてきた。日付は、今日の午前チェックアウト。どうなってんの、これ。頭おかしくなったんかな、と、俺が整理のつかない頭で、思い出されへん、と、もがいてるとき、A が突然言い出した。ちょっと真剣に聞いてほしいねん。A はちょっと寂しそうに話した。明日な、〇〇 A の弟の命日やねんな。でやな、何か知らんけどお前らの夢を見たわけよ。で、懐かしくなって、というか、まあ後で言うけど、お前に会わなあかんと思った。弟診断5年も前のことやから、お前は忘れてるかもしれんけどな、昔はよう遊んだな、悪さして、わら。あの日な、俺、弟死ぬんなんとなく知っててん。これは後やから言えることかもしれんねんけどな、なんかな、俺、昔から知ってる人とかの夢を、何日か立て続けに見ることがあるねん。なんか最初は白黒やねんけど、途中からセピア色というか、真っ赤に変わっていくねん。その後その人にあんまり良くないことが起きるような気がするねん。怪我とか、あと、死んだりとか。で、弟の時も、1週間くらい前からそういう夢見てて、偶然かもしらんけど、弟の時も真っ赤になってん。その後あいつ死んでもうた。俺、死ぬんがわかる。んなわけないやん。お前もうちょっとまともな嘘つけって、言っとくけど俺のは嘘ちゃうで。マスター、いや、式がわかる人っておるらしいで。
俺の連れも、そんなこと言ってたやつおった。そいつのおかんもそういう人やった。ええ、まあ、俺がそうかどうかは知らんけど、結果そうなってしまったんや。俺、まあええわ、で、その死ぬんがわかる夢って。ええ、そう、昨日見た夢や。いきなり三分の二くらい真っ赤やった。正直こんなん初めてやし、どうしていいかもわからんし、とりあえずお前に会いに来たっちゅうわけや。詳しく言えば、何か草原みたいなとこにお前と弟がいて、その草みたいなゆらゆらした地面が真っ赤やった。ちょうどこれくらいかなぁ。と、膝下くらいを指した。だいたい赤い夢見るときは、白黒からじわーって、ゆっくり変わっていくんやけど、いきなり赤いのは見たことないからびっくりしてん。俺どないかなるかもしれんってこと？ええ、それはわからん。そうかもしれんし、違うもんかもしれん。俺、死ぬかもしれんということ。ええ、わからんねん。そればっかりは。俺、でもな、いきなりそんなん言われても、信じられるわけないやん。そんなやりとりをしていると、A が泣きそうな顔で言った。ええ、その夢にな、俺もおってん。俺と弟ちゃうんか、そんなん最初に言わんかったやん。ええ、言うたら死ぬんちゃうかと思って、言えんかった。俺、そうか。俺は死んでもええと、お前最悪やな。ええ、死ぬとは決まったわけじゃないって、ただの夢やし。俺、そうやな、ただの夢で、ギャーギャー言うなよわら。シャレにならんでほんま。実は俺はかなり怖かった。ただ、A の出来の悪い夢を笑うしかなかった。でもそれは笑えないことだと思い始めた。今朝見たジーパン、頭の中がむちゃくちゃになってきた。昨日、僕は A と会ったのか。会ってないとすれば、一体誰に会ったのか。というかどこに行ってたのか。A ではない A と、携帯の番号も知らない。バーにも来てない。A の見た赤い夢。膝下が赤く染まる夢。今朝見た。膝から下がどす黒く濡れていたジーパン。一気に押し寄せてきて、頭が痛くなり、耳鳴りもする。あまり酔ってはなかったと思う。今はもう何も考えられない。無理だ。もう帰ると言うと、A が送っていくと言い出した。それを俺は断った。なんとなく嫌な気分になったから。A と俺はバーを出た。A はまだ何か言いたそうにしていたが、構わずに自転車に乗った。A は最後に、気をつけて帰れよ、と言った。俺は、お前、人のこと言えへんねんで。と言った。笑うと思ったが、A は真顔でうなずいた。俺は慌てて目をそらした。なんかわからんけど、嫌な感じだった。自転車片手運転で家に到着。到着するなり、誰かに後ろから、どんと背中を押された。その直後携帯が鳴った。後ろを振り返ると誰もいなかった。電話は A だった。俺、何、どうしたん？どうしてるかなと思って。やたら元気な声に、ふざけてるのかと。A に何か言ってやろうと思った。俺、何が、どうしてるって何？大丈夫か。昨日さ、あんだけ酔っ払ってたやん二人とも。俺、。で、ちゃんと帰れたかなと思ってな。何か違う、今度は違うのがわかった。なんかさっき会ってた A じゃないのがわかった。雰囲気か、空気みたいなものが違う気がして。俺、お前何言ってんの？お前さ、
迎えに行こうか。俺、混んでー、混んでー。ええー、迎えに行こうか。俺、来るな、来るな。途中で携帯で喋ってたはずが、頭の中でぐるぐる声が回る感じになり、昼と同じ、多分気絶したんだと思う。朝、玄関の入り口で寝ていた僕を起こした、母が一言、あんた、ええ年しておねしょするってどういうこと？黒のパンツの腰あたりから下が、びっしょり濡れていた。匂いはない。携帯の着信履歴を見た。A の名前はやっぱりなかった。その日の昼過ぎ、九段のビルのゴミ捨て場に行くことに、自転車片手運転で駅まで、地下鉄に乗り、仕事場のゴミ置き場に向かった。石を、箱ごとビルのゴミ捨て場に捨てようと思い、最後に怖いもの見たさで箱の中を覗くと、腰が抜けそうになり、その場にへたり込んでしまった。石が真っ二つに割れていた。色は真っ黒に、中は真っ赤になっていた。むちゃくちゃ怖かった。手がものすごく震え出して、止まらなくなった。最初この時間くらいに見たときは、青っぽかったのになぁと、怖さで混乱しそんなことを思ってしまうほどだった。急に震えが止まった。体はかなり冷えていた。玉の入った箱をゴミ置きに置いて、足早に駅へ。駅までは行ったが、石を捨てた開放感があっても、何かすっきりしないので、普段はやったことのないパチンコ屋へ。ぼーっと玉を追いかけてると、余計なことを考えずに済んだ。気がついたら日が暮れていたし、金もほとんどなくなっていた、わら。夜家に帰って夕飯を終え、風呂に入ってると、夕方から用事で出ていたおかんが帰ってきて、おかんが、あんた、どこ行ってたんな。何回電話しても携帯も通じひんし、留守番電話聞いてないの。あんた A 君っておったやろ。亡くなったらしいで、電話あって、A 君のお母さんが一度電話くれって。A が、嘘やろ、と思いつつ、A 宅へ電話する。俺、もしもし〇〇、俺の名前、ですが。ああ、〇〇くん。ちょっとね、大変なことになってね。ちょっと奥さん呼んでくるから待っててね。何か向こうはざわざわしている。ママ、〇〇くん、がね。俺、母から聞きました。今から行きますわ。ママ、いや、つやはもうちょっと後やから、今日はええよ、明日でも。本人おらんしな。俺、いや今日の方がいいんです。俺、昨日 A と会ってるんです。ママ、多分そうやろうと思いました。それやったら、まあ、家に来てください。気をつけてね。電話を切り、その足でタクシーを呼び、A 宅へ。昔はちょくちょく行ってたうちだ。A 宅に着くと A ママが見せたいものがあるからと、A の部屋へと案内した。開けた途端に、ちょっと嫌な感じがした。ガラステーブルに落書き帳、画用紙のやつがポツンと置いてあり、それを開けてみろと言った。中に書いてあったのは、俺と A ママ宛ての手紙だった。中身はこんな感じ、全文ではないです。おかんへ。おかん、これ見たら〇〇へ電話して、これ読むように言って。絶対に、〇〇へ。昨日は変なこと急に言ってごめんな。でもお前も十分変なこと言ってたで、俺に会ったとか、かなりキモいこと言ってたしな。で、夢の内容やけども、あの後家帰ってみたのは、下半身全部赤かった。そんで、じわじわ首の方まで赤くなっていきよった。もちろん俺もや、気になってんけど、
お前はなんか黒い何かを持ってて、その周りが異常に赤かった。何かの塊みたいなもん。それしかわからん。今日は弟の命日やけど、ひょっとして俺の命日にもなるかもしれんな。アホみたいな話やけど。俺ら誕生日同じ日やしな。おかんには悪いけど、先に行くかもしれんから、先に行っとくわ。産んでくれてありがとうな。なんやろうなこれは、こう引っ張られる感じって。最近何かに引っ張られる感じがするわ。手紙はここまでしか書かれていませんでした。後半はちょっとした遺言、みたいになっていた。死ぬのが分かったのかどうかは、誰にもわかりません。ママが、お茶でも入れるわと、台所へ行った。その間、手紙以外何も書かれてない落書き帳をペラペラめくっていて、思わず手が止まった。そこにはあれがあった。真っ黒な大きな丸が書かれていた。中心は真っ赤に塗りつぶされていた。クレヨンで、何度も何度も塗り重ねて、黒が盛り上がってた。ページの端の方に小さく何か書いてあった。というか、鉛筆で書いて消しゴムで消した感じ、書かれてないけど、書いた後、探し物、って、しかも誰が見ても、A とは明らかに違う筆跡で、はっきり言って、今でも一番鮮明に残ってる場面。あとは何かようわからん話ですが、どういう状況かわかりませんが、A はベッドの上で眠るようになくなっていたそうです。A ママが昼前になっても起きない A を起こそうとしたら、呼吸しておらず、病院へ運ばれ、その時はすでに、亡くなっていたそうです。病院で服を脱がす時、足から首にかけて、何本か赤いミミズバレのようなものがあったと言っていました。A が手紙を夢から覚めてすぐに書き、何か途中で眠たくなって寝たのでしょうか。医師のことも含め、何もわかりませんが、なぜかすべてが石を拾った直後に起こった出来事です。石に助けられたのでしょうか？ A に助けられたのでしょうか？石と A が何か関係あったのか知りません。12月31日夜中から、1月2日の朝まで、40度くらいの高熱が出た。夢に何度も A が出てきた。何か叫んでるようだったが、何かわかりません。ゴミ捨て場にも行きました。もうなくなっていました。僕の腕は正月明けの1月5日、多分、に、ふと上がるようになりました。それ以来何も起こっていません。A ママから後から聞いた話だと、偶然にも弟も亡くなった時、同じ感じだったらしいです。A は自殺かと思われましたが、心不全みたいなことになったみたいです。めちゃ返しだと思うんだが。そういうことなので、A ママのところに警察関係の人とか来て、事情聴取されてたみたいですが、外傷や薬物反応もなく、殺人ではないと判断されました。ミミズバレはなぜかすぐ引いたらしい。父親は A が5歳の時に亡くなったらしいのだが、A パパは人の式がわかる人だったらしい。話中のセリフは、こんな感じだったという記憶ですんで、そのままではないです。ちなみに手紙にあったように、A と A 弟は同じ誕生日、僕も実は同じ誕生日です。今もちょっと年末が怖いです。長文すみませんでした。こんな長い話を読んでくれた皆さん、ありがとう。面白くなかった人ごめんなさい。第2話、栄える家。ひょっとすると、深
快な内容を含むかもしれません。友人から聞いた話である。この友人の名を、仮にセクラとする。セクラが中学校の頃のこと。セクラには、川中という友人がいた。この川中とは、中学校に入ってからの友人だったのだが、気が合うことも多く、いつしか親友と言える仲になっていた。ある日、川中はセクラの家に遊びに来たとき、セクラの兄弟を見て、いいなぁ。俺も下の兄弟欲しいけど、できないからなぁ。そう漏らした。できない。できないっていうか、作れないっていうか、変な話なんだけど、家の決まりなんだよ。お前になら話してもいいか。セクラは両親の体質のことか何かだろうと思ったが、そうではなかった。川中は、自分の家のことを話し始めた。セクラも承知のことだが、川中の家は市内では割と古い家、いわゆる、名家旧家の類に属した。昔ながらの土地持ちで、戦後の農地改革で少し没落したが、それでも代々栄えた家だった。俺のじいちゃんの話なんだけどさ、俺の家が昔から金持ちでいられたのは、守り神様のおかげだって言うんだよ。川中家には、富をもたらす神様が降りてくる。それが昔から川中の家には伝えられていた。その神を宿した子供はすぐにわかる。いわゆる、精神薄弱児なのである。必ず一代に一人、生まれてきたものの中に、ただ規制を発して歩き回るしかできない子がいたという。その子供は屋敷の奥の部屋にひっそりと住まわされ、普段は外に出されることはなかった。しかし、神を宿した子供ということで、大切に扱われ、戦中の食料に困った時も、その子供にだけは、きちんとした食事を取らせていたらしい。実際、何年か前に死んだ俺のおじさんも、知的障害だったんだけどさ。川中は、どこか不満げに話を続けた。それで、父ちゃんも母ちゃんも、俺の次に生まれてくる子がそういう子だったらかわいそうだから、子供を作るのはやめておこうって。バカだろ。神様とかそんなの、単なる偶然だろうに。つうか、じいちゃんの作り話だろ、どう考えても。お前のじいちゃんは、父ちゃんとかになんて言ってるの。守り神様がいなくなったから子供を作れって、ちょっと前まで言ってたよ。でも父ちゃんと母ちゃんが解き伏せた。守り神様がどうってのはともかく、俺はじいちゃんに賛成だったのにな。俺も兄弟欲しいよ。川中はその日、セクラの定米を交えて遊び、帰って行った。それから数ヶ月後、冬のある日、川中が死んだ。死因は心臓麻痺。見ていた人によると、朝の通学中、突然ふらりと倒れ、そのまま動かなくなってしまったという。セクラは親友の死に、泣きに泣いた。2年、3年と時が過ぎ、セクラも高校に進んで、親友を失った悲しみも癒えた頃、川中家の話が耳に入ってきた。川中家は、後継ぎの突然の死に、やむにやまれず、新しく子供を作ることにした。川中が死んで1年後には、川中の妹にあたる子供が生まれていたのだが、その子が、どうやら精神薄弱児であることがわかった。後継ぎのためにさらに一人、子供を作るであろうという話だった。セクラは大学進学のために実家を離れてしまったので、その後生まれた子がどんな子か見ることはなかったが、
親に聞くことができた。弟の方は、外に出て遊んだりしてるらしい。弟の方だけな。可愛い男の子が生まれ、最近は公園で遊んだりと、すくすく育っているという。俺、何回かだけど、川中の家に行ったことがあるんだ。古い家の、独特の雰囲気がある家だった。奥の方までずっと続いてて、昼なのに薄暗くて、見通せなくてさ。ちょっと不気味だったよ。あの子。川中の妹も、あの家の奥でずっと生きるのかな。ちょっとかわいそうだよな。セクラはさらに言った。もしかして、神様は自分が降りてくる子供を作らせるために、川中を殺したのかな？確かに、川中が死んだことにより、川中の両親は子供を作らなければならなくなったのだ。偶然かもしれないが、ただ偶然というには不気味だった。川中の家は、かつての勢いはないが、今もそれなりに栄えているという。以上。人から聞いた話ですが、こういう話ならいくらか知っているので、よければまた。第3話、原因。高校生の頃の話だが、いろんなことがうまくいかない時期があった。当時の俺は真剣に、自分に何か悪いものがついてると思ってた。それを、中学の頃から仲が良かった友達に伝えた。そいつはその数日後、何やらお守りを持ってきてくれた。これ聞くらしいから持っとけよ。本当に嬉しかった。でも、そのお守りの甲斐もなく、俺の不運は収まらず、むしろひどくなる一方だった。体中に原因不明の激痛が走ったり、何度も事故に遭ったり、生きてるのが不思議なくらい、いろんな危ない目に遭ったりもした。どうにもならず、俺は藁にもすがる思いで、その筋に詳しい人に相談に行った。信じてなかったけど。しかし、その人も原因がわからない。偶然だと思う。そういうだけだった。結局解決策も見つからず、肩を落として帰ろうとしたとき、突然その人が、ちょっと待って、そのカバンの中見せてみて。俺は、はてな、と思いながら、カバンを渡した。中身を確認しながら、その人は、これか。とつぶやきながら、俺のカバンから何かを取り出した。友達がくれたお守りだった。その友達とは、それ以来少しずつ疎遠になった。お守りのことは怖くて聞けなかった。未だに、彼がどういうつもりでそのお守りを俺にくれたのかはわからない。第4話、親父の業。一つ、昔の話を書かせてもらいます。今から10年くらい前の話。俺はその時26歳のサラリーマン。その日、母から連絡があって、親父の調子が悪くて病院に入院したらしい。お見舞いも兼ねて、久しぶりに実家に帰省することにした。家から実家まではだいたい2、3時間で帰れる。適当に2、3日分の着替えと荷物を持って車に乗った。家を出たのが、だいたい夜の12時ぐらいだったはず。車を走らせて40分くらい経った時、俺は国道から道を抜けて田舎道を走っていた。なんとなく、ぼーっと走っていると、途中で車が捨てられていた。多分廃車だろう。塗装は剥げて、あちこち錆だらけだった。何気なく見たら、中に男がいた。と、思って道に車を止めて、
道を歩いて戻って中を確かめたら、確かに男がいたんだが、それは、男の人形、だった。俺は少し落ち着いて、まじまじと男の人形を眺めていた。その人形は本当によくできていて、店頭に飾ったりしている、無機質な感じの人形じゃなくて、言うなれば、とてもうまくて生々しい絵を人形にした感じ。見た時はそんな印象だった。それで、俺は芸術には興味ないんだが、その人形に惹かれてしまって、というか、魅了されていた。世界中の美女より、この人形が美しい。そんな風に思っていた。そして、気味の悪いことに、俺はそれを持ち帰ろうと思って、車に乗せて実家に帰った。実家も近くなって、そろそろ田舎道を抜けようとした時に、すいません、バツ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 、という言葉が聞こえた。よく聞き取れなかった。あ、え。俺は、困惑して周りを見たが、誰もいなかった。弱々しい男の声だった。空耳だろうと思い、気にもしないで家に帰った。家に帰ったら母は寝ていて、実家は静かだった。母には悪いが、家に入って起こした。母はとてもびっくりしていた。何もこんな夜中に帰ることはないでしょ。ごめん、休みが少ししか取れなかったから、急いで準備してきた。それで、俺は自分の部屋で寝ることにした。朝、俺は母と一緒に病院に行った。親父は急に倒れたらしい。それで、特に異常はないが、なぜか体の調子が悪いらしい。親父はもともとネガティブな考えの持ち主で、多分、病気は気から、という言葉があるように、本人がまだ本調子じゃないと思い込んでいるんだろうって思った。適当に励ましの言葉を言ってやって、実家に戻った。家に戻ると、歯医者で見つけた人形のことを思い出して、俺の部屋に運んで飾っていた。さすがに裸のまんまの人形を置いていたらただの変態だから、俺の服を着せてやった。それから特にすることもなく、夕方頃にもう一度病院に行った。病室で、母と親父が何か真面目な話をしていた。俺が入ってくると、急に親父が大事な話がある、と言ってきたので、また何かネガティブなこと考えてるのかなと思いつつ、話を聞くことにした。親父、俺は、昔たくさんの動物たちを殺してきた。多分100はやっている。俺、は、何言ってんのいきなり、気が違ったのか親父。俺の言葉を流して親父は続けた。親父、昔、俺は、動物とか弱いものをいじめるのが好きだった。猫、犬、鶏をいろんな方法で殺した。ここから殺し方が入ったので省きます。とにかく、俺は最低な奴だった。そこで母が、私は知っていたけど、その異常な行動以外は普通の人で、それに、怖くて横から口を出せなくて、止めてあげることができなかったの。俺、いつから、していたんだ。俺が子供の時から、大学に上がるまでの間だ。その後はやっと自分の行動に歯止めをかけることができた。それからは、やっていない。俺、なんでそんなことしたんだよ。親父。何度聞いてもだんまりだった。俺、でも、なんで今さらそんなこと言うんだ、わけわからん。親父、3年ぐらい前から、殺した動物たちが、迎えに来ると夢に出てきた。それで頭痛で倒れた日の夢で、
動物たちに今日連れて行くと言われて、頭をつかまれた時、俺の親父、つまりお前のおじいちゃんが動物たちを払いのけ、必死で説得してくれた。孫とこいつの最後のお別れをさせてあげてほしい。いや、今連れて行く。頼む、最後の一言を孫に言わせてやってくれ。もう一度来る。その時は聞かない。それで目が覚めた。それから考えて、母さんにお前を呼ぶように頼んだ。お別れを言いたくてな。俺、いや、三年の間そんな夢見ていたのなら、坊主にお払いでもしてもらえよ。親父、俺は、ただ自分のために動物を殺していったから、これは仕方がない。悪いのは俺だからな。地獄行きは確定だ。そんなので坊主に頼めるか、昔殺した動物たちに呪い殺されそうです。死にたくないので助けてください。それは、いかんだろ。俺、今日は帰るから、ちょっと頭を整理したい。それで、俺は実家に帰っていった。部屋にこもって考えていた。ふと、なんとなく部屋の人形を見ていたとき、気のせいかもしれないが、人形がそろそろですね、と言いながら微笑んだ。俺は完全に混乱して頭がいっちゃったのかなと、そのまま眠った。夜中、目が覚めた。とても嫌な予感がした。虫の知らせなのかな。俺は病院にいた。親父の部屋に行ったのだが、特に異常はなかった。マジで、ほっとした。涙がボロボロ出た。本当に怖かった。落ち着いて親父の部屋から出ようとしたとき、全身の毛が総毛だった。心臓の音もバクバクいっているのがわかる。部屋の左を曲がった、廊下の奥の方から、何かが来るのがわかった。霊感もない俺だが、こいつはマジでヤバいと直感で感じた。人形だった。俺は、人形が歩いてくる中で、冷静に考えていた。え、なんでこいつがいるんだ。親父は動物に恨まれているんじゃないのか。こいつが親父に何かしようとしていることはなんとなくわかったが、でも、そんなこと考えているうちに、俺のそばまで人形が来ると、無表情な顔で、僕は氏親なんです。だから天殺馬を与えに来ました。氏親、天殺馬。多分そう言っていた。何のことかわからないです。そいつは部屋に入って、動物の鳴き声みたいな声を上げていた。俺は体を何とか動かして、部屋を見たら、人形はいなくて、親父は普通に寝ていた。起こしたら、親父、すまん、すまん、お前に、本当にすまん。それから次の日、親父は病院を散歩している時に車に轢かれて死んだ。病院の散歩コースに車が突進して、頭を潰した。車を運転していたのは、母です。この後、母も一年後に親父を追って自殺するのですが、一緒に、私もバツバツ、親父の名前、に毒されていたのでしょうか。動物を殺したことがあります。バツバツバツ、俺の名前。本当にごめんね。次は私のところに来ました。こんな親を許してください。親父の葬式の日の夜、家のどこかで、あの人形を見た。微笑んでいました。10年経った今は、俺は何ともありませんが、実家は捨てました。俺には、もう、血縁はいないはずです。知っていたのが父方のおじいさんだけですので。それに、この恨みが、俺に来ないようにしたかったからです。
百もの動物たちの恨みは、こんなもんじゃ収まらない気がしますので。あの日以来、人形は見当たりません。どこかに行ったんでしょう。最後に、俺は動物に嫌われます。犬にも鳥にも猫にも、いつも、威嚇されます。一度猫に指先の肉を噛みちぎられたことがありました。本当に先っちょですが、たまに、もう恨みは、俺にも来ているんじゃないかと不安になります。第5話、九段の箱。もう20年くらい前になるかな。ある日、実家の父から電話があった。先日祖父の法要で田舎、父の実家ね、に帰った時、仏まで面白いものを見つけたから、見に来いという。実家まで車で30分ばかりだし、俺は早速行ってみた。父は他の家族の目をはばかるように、俺を手招きすると、奥へ向かった。そして宅の前に座ると、古そうな木の箱を取り出した。そして顎をしゃくって、開けてみろ、という動作をした。俺は、よく要領を得ないまま蓋を取った。正直それを見た第一印象は、うえ、なんだこれ、といった感じだった。綿の敷かれた箱の中に入っていたのは、体長20センチほどの、猿の赤ん坊のミイラだった。すでに目玉も鼻もなく、ぽっかりと穴が開いてるだけ。剥き出しの口には、ギザギザと小粒な歯が生えているので、かろうじて人間とは違うなと思う。ただ猿とも少し違うような。何これ、俺は父に尋ねた。父はニヤニヤしながら、わからんと首を振った。祖父の部屋には昔からおかしなものが結構あったそうで、なんぞ面白いものでもないかと漁っているうちに、天袋の中から見つけたそうである。それを黙って持ち出してきたらしい。俺も父も、こういった珍品は大好きだったが、それにしても、これはあまりに薄気味悪く、まがまがしかった。箱の面には、何か札のようなものが貼ってあったが、文字はもうかすれていて読めなかった。その日はそこそこいて帰ったが、翌日から俺は体調を崩した。熱があるというわけでもないのに、体が重くほてった。何をするのも億劫だった。仕事も休んで部屋でゴロゴロしていた。翌日も休む。そこへ実家の父から電話がかかってきた。お前体に異変はないか、と尋ねてくる。ひどくだるそうな声だった。俺が状況を説明すると、父も同じ状態らしい。俺の頭に、あのミイラの姿がよぎる。そんな状態が、だらだらと幾日か続いた後、再び父から電話がある。父のところにおじ、父兄弟の長兄、から電話があったそうだ。あのミイラを持ち出したことがバレた。電話口で鼓膜が破れるほど怒鳴られたそうである。すぐにあれを持って戻って来いという。あれを見た俺も一緒に。俺と父は重い体を引きずって、姉の運転する車で父の郷里に向かった。到着すると、俺たちは再びおじに散々小言を言われた後、今度はおじの運転する車で、檀家になっている菩提寺へ向かった。おじはあの箱を脇に抱えていた。車中、父はあのミイラのことを尋ねた。あれは一体何なのですかと。おじはぶっきらぼうに、あれは、九段だ、と答えた。九段って、あの生まれてすぐ予言をして死んでいく、牛の妖怪か。なんでも、数代も前の、この家の当主の嫁が産んだと伝えられているらしい。病死なのか、
あまりに醜いので間引いたのかは、わからないと言った。また嫁もその子を産んだ時に死んだとも伝えられている。随分と昔の話らしいが、これから行く寺の記録に数行だが残っているらしい。その後、箱と俺と父は寺で経を挙げてもらった。つまり、あれは人間ということになる。九段としたのは、人と明言するのを避けたかったからではないのか。そしてあれは、絶対に持ち出してはならないもので、毎年決まった日に、菩提寺で経を挙げてもらうそうだ。ちょうど数日前がその日だったが、見つからない。もしやと思って、父に電話したそうだ。おじが言うには、お前らのおかげで経を挙げてもらえず、九段がたたったのだという。あのまま放っておけば、二人とも死んでいたぞ、とも。第6話、破られた封印。随分前に、タスレに書かれていた話があった。話の趣旨は、祠から出てきた何か気持ち悪いものに追いかけられた、とかいう話。近所の私はその書き込みで、ああ、あそこだ、と、すぐにわかるような書き込みだった。で、その書き込みがあった翌日、通り道なので見てみた。その祠。知る限りはいつも鍵がかかっていて、開いてるはずがないもの。正直、作り話しちゃって、と思って行ってみた。したら、その祠にかかっていた南京錠が壊れて、地面に落ちていて、扉が開いていた。うわ、ここまで手の込んだこと。と思って突っ立ってたら、近所のじいさんが近づいてきて、壊したのはあんたか。と聞く。で、素手で無理っすよ、わら。と言うと、だろうなぁ。まずいなぁ。と、ここ、何なんですか。と聞いたら、昔、もののけを封じて、その後開けたことがない、と、中を見せてくれた。南京錠がかかった観音開きの中に、もう一つ観音開きの扉があって、そこにはお札が貼られている。いや、正確には、貼られていた、と、書いた方がいいかも。無残に破れ、開いていたからだ。まったく、いたずらにしてもひどいなぁ。まあでも、もうここには戻ってこないだろう、と。どうしてですか?と聞くと、さも当然のように、封印されていた場所に帰るか、わざわざ。まあ、開けたやつについて行ったんだろうなぁ。もう無意味だな、これ、と。今でもその祠はあるが、開けっぱなし。万一帰ってきた時のために開けてあるらしい。その土地の所有者すら今は不明なので、これ以上の詳細はわからず。だが、なんとも気持ち悪い。俺も祠ネタで一つ。2週間ほど前に、千葉県の某地域で農作業帰りのばあさんが、乗っていた田植え機の脱輪で横倒しになり、そのまま下敷きになって死亡した。近所の人が、ドーンと、大きな音を聞きつけ、見に行った時には、手遅れだったらしい。この家は、所有地の祠を潰して、NTT にアンテナ用地として貸していたらしい。近所では、30万円ばかりのためにそんなことをしたら、いつかたたられると噂になっていた家だった。実際、数年前には娘の婿が通勤中交通事故で植物状態になっていた。たたりは終わりなのか?それともまだ続いているのか?第7話、G の呪い。私の母はゴキブリが大嫌いで、家の中で見かけようものなら、
そこら中に殺虫剤をばらまく。そんな母が、ある日髪の毛にゴキブリをつけていた。私が驚きながら、なんでそんなのつけてるの？というと、不思議そうに髪からゴキブリを外し、悲鳴を上げた。母に聞くと、どうやら本人には、いつもつける髪飾りに見えていたらしい。本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。